ウルトラマン怪獣消しゴムトントン相撲。アボラス対、バニラ。怪獣消しゴムトントン相撲とは、昭和53年から、5年くらいに流行った遊びです。当時は結構ギャンブル的な遊びでした。それでは、バトル、レディー、ゴー。アボラスの勝ちです。